パイロット。最終階級はジュミー。愛称は、イル。ソビエト連邦との冬戦争、継続戦争で、出撃437回、94機プラス1、6の撃墜を記録して、フィンランド空軍のトップエースパイロットになった。この公認撃墜数は、100機以上のエースを排出した、第二次世界大戦中のドイツ空軍以外では、世界最高位のものである。 この撃墜数については、100機に、情報修正する新説も出ている。また、その間ほとんど被弾せず、7 7ト、mm、ル機銃弾を一発、被弾しただけと言われ、無傷の撃墜王と呼ばれた。マンネルヘイム十字勲章を二度受賞上官から、士官教育を受けて士官に昇進するように、進められたが、前線で戦うことを希望して断った。 これらの戦いにおいて活躍し英雄となった陸軍将校、アールネ・ユーティライネンは実刑。1935年、空軍に召集される。初めて偵察機のパイロットだったが、その後戦闘機登場訓練を受け、1939年3月、フォッカー D21 装備の第24戦隊に配属されて、ルーカネン注意率いる第3中隊に、 所属、十一月の冬戦争勃発を迎える。九百三十九年十二月十九日、初の空戦で、ホッケル FR-108 号機に乗り、イリューシン d b 三爆撃機を一機撃墜、初戦果を記録する。十二月末からは、第三中隊を中核とした、エル戦闘機隊に属し、翌年二月まで、ラドガコ北方で作戦に従事。 冬戦争中、ユーティライネンは115回出撃、その間、上級軍曹、ついで総長に昇進した。冬戦争中の撃墜数は2プラス1、6機。1941年3月、順位に昇進。戦隊は、ブリュースターバッファローに、機種改変し、6月の継続戦争開始を迎える。ユーティライネンは、 ブルーステル BW-364 号機を主に使用。1942年3月には、通算撃墜数は20機を超え、その先行に対し、4月、1度目のマンネルヘーム十字章を受賞した。1942年末までに、ユーティライネンは、ブルーステルで34機を撃墜、うち、一度の出撃での3機撃墜を3度果たした。 その後ドイツから、メッサーシュミットボーイフレンド1 9ス2型が、もたらされ、1943年2月、エースパイロットを集めたエリート部隊である、第34戦闘機体が編成されると、UT 来年もここに移り、主に MT-212 号機、ついで MT-222 号機を蒸気として、スコアを重ねる。百四十四年五月には、 より新型のメッサーシュミットボーイフレンド1 9 g 6に乗り換え、当初、MT-426 号機、6月末からは、MT-457 号機を、主に使用。この間、6月20日には3回の出撃で、計5機を落とすなど、順調にスコアを伸ばした。6月28日には通算撃墜数が75機に、達し、 二度目のマンネルヘーム十字章を受賞。さらにユーティライネンは、6月30日の空戦で一度の、出撃で6機を撃墜するという、冬戦争中のヨルマサルバンと大位に並ぶ記録を立てた。ユーティライネンの最後の戦果は1944年9月3日、停戦発行の24時間前の LI-2、型輸送機で、これは、 第34戦闘機体全体では345機目、そしてフィンランド空軍の大祖戦での最後の戦果となった。ユーティライネンのメルスでの戦果は58機であった。1947年5月、ユーティライネンは、恩給を受け空軍を退職。空軍の軽飛行機を譲り受け、遊覧飛行などで成計を立てたという。 ユーティライネンの長男は戦後フィンランド空軍のパイロットとなったが後に訓練機で事故し、次男は海洋風景画家となっている。ありがとうございます。